谷としては、ね、さっき2回戦トップだっただけにここちょっとラスあんま引きたくないですよね。せっかく重ねたポイントをまた減らすということがあるとちょっと辛い。さあ、難入いたしました。親は谷、ドラは急走、手配はまずまず、あ、いい、むしろいいですね。手配はいいですね、うん、いいですね。上谷ちょっとここで回復させたい。さあ阿部も、阿部はちょっとチャンタですね。これは純ちゃんみたいなのが見えますね。ここの方がいいじゃん、イーシャンテン。おお、この手すごいですね。ドラム急走持ってきた、見えますね。パワーピンからもう縦をかなり強く見てますか。まあ見ますね、あれはね、うん、見ますよね。ちょっと楽しみではない、チャーチャではない、ペーチャです。コーノはでも受け入れる牌が少ないんでね。確かに、まあ、すぐテンパるとは限らないんだよ。でも、うん、でも成就したら大きいですからね。さあシャーが1枚放たれた。何か重なってほしいな。あ、そうですね、楽しみなのはガゼンコーノの手。ただ谷も形いいですからね。谷が取れた、この次の次か、はい、チーソー、こういうの微妙ですね。ドラにくっついた、こういうのやってないんで。やってない、つむぎりですね。つむぎりですか、どうするか。一応受けた、一旦ドラの方は残すと、うん、ドラターツは一旦残しましたね。谷は早くカンちゃんがどっか両目になってほしいな。そうですね、コーノの捨て牌はとても派手になってます。あ、ドピン引きはいいんじゃないですか。ヤンピンかチーワンか、うん、5、6、7の3色ずれたら6、7、8の3色もちょっとずつ見えてきますね。チーワンか、チーワン1枚出てるしそう考えます。ヤンピン打っとくと、うん、ウーアンにくっついた時に、はい、チーワンジャントのメンタンピンに行けるんですよ。ああ、なるほど、うんうん、そうすると平均打点上がるんですよね。そうですね。でチーワン切っとくと3ピンの受け入れが出て、そうですね、ロスが少ない、ロスが一番少ない、はい、ここはまあ自身が親ということもあり、あ、なんとチューン重ねましたよ。ドラから切った、来ましたよ、ドラから切った、ドラ切りましたね。チーソーからの方がいいんじゃない、なんか目立つじゃん。あ、なるほど、ドラ、ドラの急走切ってチーソーだと目立ってしまう。だってパーピンチーワンリャンワンスーピンリャンピンで、うん、え、ドラですかみたいな。チーソーでも目立つけど、確かにチートイツだったらドラ残すんじゃないのと言っていたら、なんとこの2点牌が入った。これは積もりスーアンコ、9ピン、9ピンチューン、9ピンとチューンのシャンポン待ちです。チューンはない、9ピンに山、チューンはまず松ヶ瀬の手に1枚ある。ここはチートイツだけど、はい、ドラ、ドラ切る、ドラ切らないか、まだチーピンあたり切る、もう捨て牌が異常だから、うん、現物選んだわ。そうですね、もう、もう完全に通る牌だけを切ろうという。どうだ、あ、なんと一発ツモだ、一発ツモ出ました、スーアンコ。さあリーチ一発ツモですが、これはもう役満のスーアンコです。コーノここで決めてきました。8000、1万6000のつま上がり。いやー、コーノこれはもう出来がいいと、出来が良すぎますてか他人がかわいそう。あ、確かに他人、これ親かぶりですか、トンパツハネマン親かぶりして、いやー、ちょっと哀愁漂ってます、漂ってたね、今ね、漂ってましたね、ちょっと南極は役満親かぶりと、いやー、つらい。こういう上がり、阿部さんの上がり今シーズン多いようなイメージありますね。こういう上がり、リーチが入って、うんうん、カンちゃんをさっくり上がる、入ったけど上がるみたいな、でもそれっていいですよね、すごく相手の手をもう潰して、そうですね、自分は上がって、今のは打点もまあまあありますしね。いや、そうですよね、はい、はい、さあ阿部が今季は非常に良いと、ね、大井さんの手からするとやっぱりチッピンを押してた阿部さんにも注目していたので、うんうんうん、2人に対する勝負っていうところだったんでしょうけど、そうですね、はい、
親が阿部に移りました。トン4曲です。ドラはトン。さあ河野はリャンピンアンコウーピン統一、ちょっと縦に伸びている。大井も良さそうですね。ちょっとゴツゴツしてますが、ただ松ヶ瀬が一番、ああでも松ヶ瀬大井の喧嘩になるかな、はい、なりますか。ここトンが1枚あるのがちょっとネックですね。そうなんですよね。自分で重ねられればいいんですけれども、ね、全然その可能性ありますよ、まだありますね、はい、山に全部他さんに持ってないですからね、トン。コホのちょっと縦縦ですよこれ。あれ手配がモコモコしてきました。モコモコしてますね。1日2回のスワンコとかあります？あります。今日スワンコ上がったコーノがまた上がることがあるのか。今度はタイヤを付きでねさっきは一発付きでしたからね、うん、今度はタイヤを付きで。でも可能性うーんと話してたら転廃しました。とりあえずスワンコです。え、まあでもうん、カンワン、まあ、タイヤを付きなんで6400ですか、まあ、出たら上がりますよ ね、 すね、あんまり上がりたくないけど、あんまり上がりたくないけど打点はまあ十分あるぞと、うん、え、これちょっともう一回スワンコ見れますかね。見たいな、タカちゃん頑張ってタカちゃん4人タカちゃんです。あ、そっかさあ 他3人どうですかね。河野にはすでに天敗が入っているが、あ、6万が全部生きてますか。なんとということは、ただウーソーも3枚生きているんですね。あ、ほら引いたよ、引いた。さあ本日2度目のスーアンコー天敗、ローマンとチーソーのシャンポン待ちでリーチに行きました。3枚残り、え、そんなにあるんですか。カンウーソーも3枚だったし、あ、ごめんなさい、チーマンがじゃあチーソーがなくて6万が2枚生きてる。6万2枚生きてる。でも2枚もあるんですね、うん、そう、あれこれまた上がっちゃいます、ドキ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 。おっと、ローソーもうバチンといきましたね。おい、もう俺も戦うんじゃいみたいな。そうですね、気合入ってますよ。気合入ってますね、はい、やったるわいといきましたよ。おい、さあローマンまさかの一発もあるか。もうこれ、うん、あのリーチも結構思い切りましたよね。あの闇天でも漫画あるから。あ、そうですね、はい。これね、そう3ワンとか、ね、リーチ後に通っちゃったりすると逆に6万がすごく切られやすくなったりはするんですけど、うん、確かに。さあ大井どうする。一歩進んだ3万、もう無筋いきます。となると今度6万危ないんじゃないですかね。中筋になりましたね。脇に流れたらね、うん、あ、でもみんな欲しいか6万使えますか、うん、そうですね、阿部も使えますね。松ヶ瀬もズバッと入る。はい、現状どうだ。そんなに出上がりはなさそう。うそ、さあ何枚結び押すかなってちょっと考えてますよね。一旦様は自分で開拓した筋と、うん、リャンゾーにしておけば3、4、5の3色は終える、うん、はい、高くしていくと。この中でもさあ松ヶ瀬も一歩進んだと言っていいですか。なるほど、一歩前進、はい、ね、まだこれドラもまだね山に寝てるんですよね。いや、そうですね、トンが全部生きている。おっと、ローピン来た。カンです。ここはローピンをアンカンしていく。さあ何を掘り起こしましょう。なんとシンドラがダブってトンどうだ、ダブってトン、ダブってトンで、トンがまだまだ3枚生き、松ヶ瀬あの受けてね急走切ったんですけど、はい、トンが重なって後悔するかもしれないですね。いや、ありますねとはいえまあ先制打たれてますからね、うん、さあ多い初も切っていく。初は安全牌ですね。ほぼ通ってましたね。阿部が切ってました、ね、さあどうなのか。うー、まだ姿見せないですね。いや、そうですね。このね大井の欲しい数層は、順からなんですね。あ、そうですね、どこかにいっぱいありましたね、はい、阿部があんこで持っていて松ヶ瀬も持っていると。
こうだんだんちょっと順目も深くなってきましたからね。そうですね、ちょっと対応をしていく方になるかもしれない。大井さんもね、うん、あの3番今切って、うん、3色は諦めましたね、はい、さあローマまだいますよ、どうなんですか。高しいさあさあもう皆さんざわざわしてきますよ、まだ脇にも流れてないですから。うん、あトーンがもう皆さんのところに散り散りになりましたね。これいやこれはもう一人旅になりそうですね。一人旅だ。あここに来た。急速は切っている。トンタンキーになっていた、まっすぐ行っていればあなんと積もった、本日二度目の積もり数アンコ来た、はい来ました、リーチ積も数アンコ、単葉裏ドラはちょっと見えづらいですが、はい、なんとまた二度目8,000、16,000、1日に2回も上がる1日、僕もやったことありますけど、はい、公式戦ではねないですね、初めて見ました。すごい、はい、パワーに満ち溢れてますねこれ。いやすごい、はい、でも今日オープニングで も,、はい、もう河野さんねやっぱりもうプライベートも全部も仕事も全部充実しているとおっしゃってたわけですよ。なるほど、はい、プライベートもプライベートも ベビーメタルです。ああなるほどなるほど、もうまあ、現れてますね。いや素晴らしいですエネルギーに満ち溢れたツモでした、うん、はい、麻雀するよチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。麻雀の動画をほぼ毎日更新しております。チャンネルの登録高評価、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。